最後の最後に食われてしまった。さあそれでは、これで B ブロック、まで終了しましたので、ここから、2回戦いきます。ひろゆきさんと僕です。はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ。あ、じゃあワンピー側で、そういえば僕実況でした。はい、というわけで、また大阪くんが試合なんで、私次元が、マイク逃げらせてもらいます。はい、ワンピー側はですね、同じく前回と一緒ですね、大阪、プロフェッサーチー、ツーピー側の、が、ひろゆきさん、が、こちらバーナードホワイト。さあ、バーナードホワイトをあえて選んできたあたりは、さあやっぱり体力的、優位を安いというところで、の選択なんでしょうか。おっと、さあさすがバーナードホワイト、ロケラン一発じゃなんともないぜと思ったけど、2発くらいはそれはね、1本減りますよね。はい、さあおよそ体力1本弱ですね。こちらのリードを得てプロフェッサーチーム、さあテンプレ通り、下の方に回る。さあ自爆、あんたを殺してうちも死ぬと思ったら俺だけ死んだ。俺だけ死にました。さあバーナードホワイト、もうすでに体力が半分ない状況。さあこの微妙な高低差が、さあ体力を、体力的ビハインドを追っている方は、嫌なことこの上ない。あれ、おっと登れましたね。さあ溺れた大猿かと思いましたか。さあ音はシンガハメ、さあダッシュ攻撃もはるか頭上超えのところでマシンガハメが炸裂。そして撃った後はエレベーターでさようなら。そしてさらに、さあ全て読めていたと、エレベーターで、グレネードを回避した。さあ位置取りはバーナードホワイトの方が優位な位置に当たっている。おっとここで、さあ次元爆弾が、さあ、爆発したところでクジラの剥製が落ちてきて、さあ水槽の方が、割れて水が下の方からどんどんせり上がってくるが、その前に決着がついてしまうか。さあバーナードホワイト、おおよそさあ、まあ、ハンドガン一発分の体力。さあドラム缶どうぞと、しかしお断りした。そしてフレームスローで燃やすが、ダメージ的には総合攻撃でもないですねこれ。あと最後は銃弾一発、胸から受けて背中から出血。さあランピーガの大阪選手勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、ゴム君とアジさん、お願いします。さあ、じゃんけんしてください。そしてこれが終わったらいじけさんと TJ さんもじゃんけんを、していただければと思います。さあいじけさん、はい、じゃんけんお願いします。視聴者数が200超えました。おっとビューアー200超え。さあワンピー側、ワンピー側が、ゴブくん、ツーピー側にアジさん。はい、あ、ごめんなさい、失礼しました。アジさんがキャラセレ、で、2P 側のアジさんはベティード、1P 側のゴブ君、ダニー&デミ。さあ、勝った方には300万スイスフラン。Kill your enemy by any means. Rocket launcher. Rocket launcher.
さっきあのチャットでゴブくんってザベル使いかなって書いてあったそうだよっていきますさあダニレミ、そして 1P 側のダニレミ下から、そして 2P 側のベティード上から、さあ、このステージ、ロケットランチャーが非常にたくさん置いてある、武器工場のステージですが、あーっと、まっすぐ撃てずに自分の目の前を撃ってしまった。ダニレミはロケランの扱いが苦手なので、この辺がちょっと厳しいか。さあここでガンガン射撃をねじ込んでいく。この体力差を作ると結構安心だぞ。しかしロケランがたくさんあるステージだけになかなか難しい。さあここで、あっとドレスが入って、ロケラン入って、危ない、ものすごくダメージの高い技を打ち合っている。お互い大昇竜放し合ってるような感じですよねこれ。さあ下から上を打っていくのが一応このフロアのセオリーになりますが、天井が低い場所で打つと自分も巻き込まれてしまうため、 HP に自信のないダニレミはちょっとそれをやりたくない状況です。一方バーナードホワイトあたりがこのステージ出たらですね、もう自分と相手両方とも爆発すれば俺が生き残るじゃんっていう戦法が取れるわけですね。キャラごとにロケランの使い方が違います、このゲーム。さあここで弾幕を張っていく。マシンガン対ロケットランチャーはマシンガン有利です。マシンガンの銃弾が触れればロケットは爆発してしまうので弾幕で防御できる。さあロケランとしてはある程度の接近戦には持ち込みたいが、さあ体力的にはリードしているダニレミですが、危ない。さあダニレミ撃たれ弱いキャラクターですので、ロケランを一発もらえばこれは逆転ということになってしまうか。ここで着地を狙ってロケラン回収、残り60秒。さあこの工場はピストルも製造していますので、下の木箱を割るとピストルが入っていることがある。最後の逆転の手段として使っていきたいところ。さあ拳銃が運ばれてきた、両方拾っていく。ダニレミ2個同時に持てるので、フロアの武器を持って相手に武器を持たせないという戦術も可能。さあ一方ベティ ロケット運んできた。このロケット当たるとロケランと同じ破壊力、放していく。さあしかしその前に上のフロアに逃げている。さあダニレミ触られたくない、ベティ触りに行きたい。接近戦、銃弾が当たってまだ逆転には至らない。残り10秒、どこでダメージを取りに行くか。上のフロアに逃げて銃弾をかわす、生き残ったのはダニレミ。ワンピーがゴブ君勝利。さあそれでは B ブロックに参りましょう。 TJ さんといじけさんです。でこれが終わったら、サル使いさんとカクラさん。はい、そして第2種目、第2種目のサシッセのエントリーが、始まるということで、皆さんぜひ担当ある参加ご希望の方は、キリュウ君まで、お願いします。エントリー開始します。今回の、ミニゲーム枠は対戦担当あるサシッス、こちらで行います。さあそれでは始めていきましょう。 1P 側、1P 側がいじけさん、 2P 側には TJ さん。さあ始めていきましょう。いじけさんがダニー&デミ、 2P 側の TJ さんがベティード。さあこのステージは 1P 側の方が強力な武器にありつきやすい、それを生かしていく。マシンガンとロケラン。さあベティの方が相対力は多いです、この組み合わせだと。さあ上を打っていく。このように下にいる側が有利なのがこのゲームの原則です。そしてマシンガンを持っている。ロケランを使ってしまってもマシンガンがある。上に逃れた。
さあこの体力的なリードを最後まで守りきりたいところダニー&デミ。一方 2P 側のベティ、これは何かしら別の手段でダメージを取りに行きたい。あーっと拳銃最後は打ち尽くしていた。さあベティは拳銃がまっすぐ飛ぶ、キャラクターですので、こういうイレギュラーな状況が起こりやすいステージでも自分の攻撃を通しやすい、それを活かして攻撃していきたい。そしてなんといってもこのステージで、おーっと銃弾2発ヒット、しかしまだ体力のリードはダニー&デミにある。さあこのステージ非常に重要なのは日本刀の存在ですね、波間から刀が現れることがあります。この狭くて逃げ切りがたいステージでは刀の存在が非常に重要。そして刀の攻撃モーションは全キャラ違っていますので、全キャラクター違っていますので、上を攻撃しやすいキャラクター、正面を攻撃しやすいキャラクターなどがいます。そしてベティは刀の攻撃範囲が広いキャラクターですので、ベティが刀を持つとこのステージはほぼ最強キャラクターになるが、そこに刀が現れた。あ、しかしロケットもある、悩ましい状況、これは贅沢な悩み。ロケランを拾うのが、ロケラン拾った。さあロケランをなんとかしてダニデミに当てたい。直接当てるだけでなく、このように天井や床に当ててもいい。さあどうやって、あーっとー、もう少し穴の開いているところに当てたかった。若干打つのが早かったが、さあ今度はソードで逆転を狙っていきたい。さあベッドに隠れていてどっちを向いてるか分かりづらかったんですが、さあこれ刀が、いやしかしソードが届く。ロケットランチャー、ロケットランチャーを持っているということは、おーっとソードがヒットした。ソードが連続で当たる、どうなるんだ。素手になったダニデミ、ロケラン持っているベティ、ベティがソードに持ち替えた。ダニデミは素手の状態、攻撃できる手段がない。追ってくる、追ってくる、インテリピジョが追ってくる。先に銃弾をヒットさせたのはダニデミだった。燃えるこのゲーム、燃えるなこのゲーム。最後の最後に着地したところに銃がありましたね。